私はずっと学校を休んでいる友達緑の様子を訪ねに行きました。どうしたの？え、どうしたのって今日来るってメールしたでしょ。プリント持ってきたよ。そうだっけ。まあ入って。お邪魔します。いらっしゃい。あのごゆっくり。お邪魔します。痩せたね。ご飯食べてないの？そのあざどうしたの？まさかお父さんに？違うよ。ごめん、前にお父さんと仲悪いって言ってたからさ。1ヶ月前に大きな喧嘩してその時気づいたんだ。やっぱりお父さん大好きだなって、大切にしないといけないなって。そっか。これ緑の好きなクッキーだよ。危うく売り切れるとこだったんだから。ありがとう。一緒に食べよう。検視の結果、緑の父親は死後1ヶ月が経っていました。緑たちは喧嘩の最中に誤って父親を殺してしまい、死体を隠し続けるうちに徐々に狂っていったそうです。ちなみに霊感のない私になぜか見えてしまったあの父親は、
一体何を訴えたかったのか今でもよく分かりません。あの夜、僕は彼女を自宅まで送り届けて自分の家へ帰るところでした。眠かったので早く帰ろうとだいぶスピードを出していました。やがて車は家の近くの交差点に差し掛かりました。信号が赤だったので僕は横断歩道の手前で車を停車しました。その時です。怖かったですよ。だからこういうの嫌なんですよ。本田さんに怒られちゃうから、聞こえちゃったから。怖かった。普通だね。怖え、それマジで。マジで。超見たい。どんな？どう見る？白？さっきこんな白かったっけ？光入ってますからね。すごいね。どうしたらこれ割れないかな。大丈夫かな？大丈夫大丈夫。薄めだし。薄め？これで。はい、オッケー。あ、オッケーだそうです。あ、オッケー。じゃあお二人とも次までちょっと間が空くんで、向こうでお待ちください。はい。よかったよ。お疲れ様でした。じゃあ後ほど。お疲れ様です。あ、はい、じゃあ次シーン9お願いします。あ、おはようございます。もうみんな待ってますよ。あ、どうかした？え、沙織ちゃん、おはよう。期待してるよ、今日。もう直で案内してる感じでいいですよね。うん、頼む。あ、じゃあこちらです。気をつけてね。ダメなやってよ、ヨガ開けるまでは。マジで？台本に書いてあったやろ。嘘。ある？え？あ、ある？え？え？ちょっと大丈夫？よろしくお願いします。お願いします。
あの、窓開けちゃダメって真面目に。あ、すいません、そういう作法なんで。あった。え、ここ、収録中は結界を張るため外界との連絡は一切できません。読まねえ、こんなの。おはようございます。よろしく。あ、おはようございます。おはようございます。あ、沙織ちゃん来てるじゃない。もう簡単にメイクするって言ったじゃん。あ、すいません、すぐ始まると思って。いい、ここで済ませるから。あ、お願いします。ごめんなさい、ちょっとだけ。うわ、本物だ。ごめん、私ファンでさ。あ、いいえ、ありがとうございます。ファンだったんですか。かわいい。あ、揃ったかともなり。あ、はい。ちょっと まだメイクが。5分ください。はい、じゃあ開始5分後で。はい、そうそう、よろしくよろしく。それじゃあすいません、もう一回確認させてください。はい、よろしく。スタートでゆかりさんが場の紹介を。はい。それからゆみちゃんが。ゆみちゃん。はい。大丈夫。すいません。で、ゆみさんがこの家であった事件を紹介しますんで、その後に3人にそれぞれお話を聞くっていう段取りでお願いします。あの、はいはいはい、はい、あの、話すことっていきなり階段、それとももうちょっと軽いのからとか。とっておきのやつでよろしくお願いします。オッケー、やるんだよ。ちょっと後に話すことのことも考えるよ。ちょっと会場内見て見て見て、診断帳もう社長が慣れた状態です。作法は結果がある状態です。大丈夫、緊張しなくていいから。すいません、こういう場あんま慣れてなくて。いいのいいの、大丈夫大丈夫。野島くんね、あなたみたいなタイプだから。何言ってんすか。そのことじゃないの。まことさんまで言う。お待たせしました。昔から百物語などすれば奇怪な出来事が起こると言われています。日本全国さまざまな怪奇現象を取材紹介する我々怪奇特別捜査本部では、今回百物語をドキュメントでお送りしたいと思います。物語る場所はこちら、埼玉県某所にあります一軒家です。この家では昨年11月まである4人家族が暮らしておりましたが、不可思議な事件が起きて今は空き家となっています。事件、それはわずかの間に3人が亡くなり、1人が意識不明で入院するという不可解極まるものでした。発見当時、家中しっかりと施錠されてあったといいます。亡くなった3人に外傷はなく、自殺でもないようだと専門家は語りました。では一体何がこの家族を崩壊させたのでしょうか。我々はその正体は怪奇現象であると考えました。そこでこの場所でもう一度怪を発生させれば何か新しい事実が分かるのではと、今回その百物語を企画したわけです。会場となる一室には相沢由美ちゃんがスタンバってくれています。おい、カット。今ね、絶対噛みました。大丈夫だ。おいちゃん、行くよ。よーい、はい。はい、こちら会場の相沢です。すでにこの部屋は作法通りに結界が張られた状態です。窓、襖、障子はしっかりと閉まっています。テレビ、電話などの電化製品はコンセントが抜かれた状態です。そして私たちの携帯電話は電池が抜いてありますので、決して、決して、ごめんなさい、もう一回。よーい、はい。はい、こちら会場の相沢です。すでにこの部屋は作法通りに結界が張られた状態です。窓、襖、障子はしっかりと閉められています。テレビ、電話などの電化製品もコンセントはしっかりと抜いてあります。そして私たちの携帯電話は電池を抜いてありますので、決して着信する状態ではありません。おい、カット、もう一回行こうか。すいません。あ、大丈夫大丈夫。こちら会場の江沢です。カンペ出しましょうか。ゆみちゃん、結界が張られた状態です。まだスマショージはしっかりと閉められています。
あ、お疲れ様です。お疲れ。終わった？はい。か。コーヒーでも飲む？あ、すいません。どうだった？あ、順調に終わりましたよ。そっか。砂糖は？砂糖はいいです。あ、いらないんだっけ？はい。はい。なんか綺麗になったんじゃないの？やめてください。何見てるんですか？うん。プリクラ手帳つの？なるほど。まだ若いんですね。中学生だったかな。かわいそうに。ってことはなくなったんですか？よくそういうの見れますよね。そう。ここって滝本さんですか？見つけてきたの。そうだよ。不動産屋とちょっとした知り合いでさ。出た。そのちょっとしたって相当癖者だって聞きますよ。誰情報それ。みんな言ってますよ。またそうやってはぐらかす。はぐらかしてないです。あ、ここって本当に出るんですか？そんなわけないじゃない。わざとらしい。だってこの子死んでんのにこんなとこに手錠があるなんて。マジですか？ゆかりちゃん後ろ。ちょっとやめてくださいよ滝本さん。そして私たちの携帯電話の電池も抜いてありますので、決して着信する状態にはありません。いつでも怪奇現象を受け入れられるよう私の心の準備も万全です。ではいつものように我が捜査本部怪奇っ子のお二人をご紹介します。お二人はいかがですか？階段って修学旅行以来やけんちょっと緊張するんやけど、でもなんやかや楽しみやね。うん、私は結構怪奇現象に遭いやすい体質なんですよ。そうなんですか？ええ、まあ今日お話しすることも全部事実なんですけど。なるほど。それでは本日のゲストをご紹介します。わずか16歳で日本ホラー大賞を受賞してから3年、今人気沸騰中の美少女小説家である、唐橋沙織さんです。ようこそ。よろしくお願いします。唐橋さんはその名もズバリ怪談という本を出されていますが。そうですね、実は祖父の影響で昔からそういう本ばかり読んで育ちまして。霊感などは？霊感っていうほどのものはないんですけれども。あ、始まったみたい。沙織ちゃんいい子だろ。ね、あんな子がホラー描くなんて侮れんな。あの子の父親と俺がちょっとした知り合いでさ。ちょっとしたって今度は何ですか？いやいやいや、今度は普通に同級生。え、じゃあ今までのは違うってこと？いや、で、バレた？バレてますよ。でもさ、真面目な話、ちっちゃい頃から知ってるんだけどさ、あの子昔からあれな体質でさ。つまり不思議な現象に遭遇しやすいってことですか？はい、ですから本に書いてあることも結構実話が多いんですよ。めっちゃ羨ましいっちゃけど。聞いた。あれ、ちょっと待った、今なんか変なノイズが乗ったんですけど。あ、なんだこれ。こっちもだよ。おおおお、ごめんごめん、一回止めよう。なんだよこれ。入ります。どうしたんですか？おお、ノイズノイズ、怖えな。マジっすか、いいっすね。まだ始まりよけんね、みえこ。だって何にもなかったらつまんないじゃん。またどっかで使おうと思ってんでしょう。あ、バレました。バレるよ。まあよくあることだからさ。じゃあ次行こっか。次は本田さん、ちょっと待ってください。
藤田智成。いや、おい、おい、正面。してるでしょう。何その革新的な言い方。もしかしてこうなるの知ってたとか。ねえ滝本さん、滝本さんってさ。静かに。なんだ、どうなってんだ。ちょっと見てきます。なんで電池まで抜いたはずじゃない。なんでよ。私のじゃないよ。私のでもない。じゃあ誰なの。なんだ今の。
つうかさ、私まで騙すことなかったんじゃないの。いや、ごめんね、ごめん。まあいっか、番組が面白くなるんだったら。お疲れ様。お疲れ様。すみませんでした、ご迷惑をおかけして。ああ、いいのいいの、刺激強すぎたかな。ほら、元気出して。お疲れ様。あれって本当に全部嘘なんですか。どうして。お疲れ様です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 。お疲れ様でした。窓の外にいたのあの人だけじゃなかった。困ったな。それ他の人に言ったらダメだからね。あ、もしもし京子さん。うん、どうしたの。廊下だけど。廊下ってどこの。なんでダメなのよ京子さん。バカ、なんでって。私言いましたよね。だってさ、オンエア明日だぜ。もう他になくてさ。なんでそう無茶するんです。すぐに出てください。そこがどういう場所か分かってるんですか。そこは一体。え、なんだって。もしもし、もしもし、なんだよ。誰だ。誰かまだ残ってんのか。俺を見てるのは誰だ。ふざけてるならやめろ。おい、ですかね。いい、うん、はい。あとは本田さんだけか。あれ遅いな。俺じゃあちょっと呼んでみます、うん、あ、私行ってきますよ。あ、野島くん、もう出るとこ。あ、そうですか。こっちはキャストさんばらして今局に戻ったところです。ええ、すぐに編集しますんで。あ、はい、僕編集室ですぐにチェック始めちゃいますけど、こっち戻ってくるのって大体何時ぐらいになりそうですかね。あ、はい、あ、わかりました。はい、お願いします。
はい。あれ、隠しカメラのやつって本田さんが持ったままかな。本田さん、もしもし、野島くん、誠です。誠さん、あ、すいません、近くに本田さんっていません？いや、ちょっとテープの所在で聞きたいことがあって。それが本田さん、見当たらないのよ。あ、マジっすか。いや、困ったな、どうしよう。え、その携帯ってどこにあったんですか？撮影してた場所だけど。ねえ、野島くん。はい。ちょっと変なのよ。変って？そういえば撮影中にさ、なんかズルズルとかっていう音鳴ってたじゃない。あれって何？いや、それは即興で本田さんが効果つけてたんだと思ってますけど、それがどうかしました？ねえ、野島くん、ちょっとどうしたの？野島くん、野島くん。いや、なんでもないです。なんなん今の。ひかりさんの声じゃない？おいおい、なんだ、どうなってんだ。俺ちょっと見てきます。なんなん今の。ひかりさんの声じゃない？おいおい、なんだ、どうなってんだ。なじまくん、ね、ちょっとどうしたのよ。なんなん今の。自信ないんですけど。何？照明消えてからってカメラ回してましたっけ？え？どうなってんだ。今俺が見てるのって誰が撮ったものです？電池まで抜いたはずじゃない。なんでよ。私のじゃないの？私のでもない。じゃあ誰が。なんだ今の。